4ヶ月髪の毛切らないと前髪こんな感じですね。今回なんですけど、キャラ缶バッジコレクション、全部1セット買ってきました。1万1000円ぐらいだったんですけど、プラスでビビバスと、なんだっけ、桃ジャンの8個買いましたので今回開封です。でね、まあ、全種類開ける、なんて言うんだろう、僕言われたのは、箱買いしたら全キャラ1体ずつ、1体って言い方おかしいな、全キャラ1人ずつ入ってますよ。例えばこの A タイプだったらレオニードと、25時ナイトコントでか全部1種類ずつ入ってるって言われてたんですよ。言われてるんだから、まあ、とりあえずこれでこの箱買いで全キャラ1つずつゲットできるのかなと。プラスでこのビビバスなんですけど、これはね、店頭に置いてあるバラのやつを適当に取ったんで大丈夫なはず。東雲アキトが被る可能性が出てるっていうね、状態です。関係ないけど、僕のアキトの、今持ってるグッズ、これしかないんで、増やしたいんですよ。あ、待って。クリアファイル買ってたわ、そういや。そういや、アキトくんのクリアファイル買ってるんで、ねえ、これ。すごい、うちハサミねえわ。手で開けます。ちょっと汚い開け方になっちゃって申し訳ないんで、ちょっとこれは 見せずに開けます。一人目、カイト兄さん。これでカイト兄さんが被ったらおかしな話なんだけど、おかしな話であってほしいんだよね、正直僕は。それでは全部見ていきます。一種類ずつあったら、カットしますね。さあ、それでは運命のお時間がやってまいりました。運命のお時間が僕の推し達です。運命の、あ、待って、僕の推し達です。もう推しでいっぱいのこの机ね、何が何だか分かんないっていう机ね。さあ、それではもうこう見た感じね、見た感じちょっと分かるんですよね、分かっちゃってるんだけど、桃ジャンでしょ、はい、桃ジャンでしょ、桃ちょっと裏側、あーっと雫さんがもうかぶった。今みたいなこの雫さんのかぶりをアキトでやってほしい。あ、アキト、待って、やった、アキトじゃん、すごい、ちょっとテンション上がっちゃった。アキトで、アキト、あ、ハンちゃん、はい、で、待って、もうアキト出たからもういいんだけど、あー、トーヤ、待って、なんでこんな綺麗にばらけてんの、あと2つ分かんない、こっち行け、コウネちゃんだよね、あー、待って、なんでちゃんとばらけた、ラスト1個、アキト、あ、ハンちゃん。以上で僕の缶バッジ開封動画でした。どうでしょう、ここにぎわってんね。ぜひね、ぜひ、なんだろう、ちょっとアキトいっぱい欲しいもんな、2個しか獲得できなかったんだけど。コラボカフェとか始まったっけ、今から始まんのか、あれなんですよね、コラボカフェの缶バッジとかあるのかな、わかんないけど、またなんかグッズも買えたら、また動画にしようかなと思います。おっぴーでした。